よろしくお願いします。はい、まずちょっと私の方からなんですけれども、はい、まあ、今年まだやっぱりコロナが多いに振るってまして、はい、行動制限がやっぱりちょっと強いられる夏になりそうなんですけれども、そうですね、はい、キムマルさんなりに何かちょっと工夫をしていることありますか？あとやっぱりこの暑い猛暑を乗り越える秘訣なんかもありましたら教えてください。私はですね、今河口湖に住んでおりまして、大体東京とどれぐらい温度が違うかというと4度から5度違うんですね。まあ、大体4度ぐらい違うんですよ。それでポンポコ農園という畑をやっておりまして、そこで朝ですね6時ぐらいに、畑に行きまして農作業をいたします。約2時間ぐらい、その一番涼しい時期ですね、涼しい時間帯を狙って、そこで畑の仕事をして、そして、まあ、家に戻って、そしてくつろいで、また夕方ですね、ごめんなさい、夕方ですね、だいたい5時半ぐらいから涼しくなったその頃からまた約2時間近くですかね、夜の部をやるわけですね。これがポンポコ農園の私のこのコロナになってからの、何かもう仕事がありませんので農作業をやっております。もう一生懸命耕してね、まあ、濃厚接触ですね頑張っているところです。なかなかね漫談と違うからね、なんかどこまでどうして話してるかちょっとわからないんでごめんなさいね。本当はもっと面白いんですけどね。あんまふざけるともう失礼でしょ。いい、あ、そうなんですか。もう顔がふざけてますか、ね